トレンドプラスのコーナーです。化粧直しや着替えなど外出先で水黒いをする場合はお店や公共施設のトイレを利用する女性は多いと思います。こうしたニーズに応えるように最近ではデパートなどに綺麗なパウダールームやトイレが増えてきました。そしてさらに専用の部屋が欲しいという女性の希望を叶えるスペースが登場しています。30分525円で部屋が借りられるならあなたは何をしますか？渋谷駅から徒歩1分、ここに現役美容師のオーナーが迎えてくれる女性専用ルームがあります。お客様がいらした時にお帰りなさいってお声をかけてあげられるようなね、温かいサロンを目指しております。化粧直しや着替えにトイレを使うのは抵抗がある。タバコの匂いがしない清潔な場所でゆっくりと自分をリセットしたい、そんな女性のための空間づくりを行っています。一部屋一部屋カーテンで仕切られ、それぞれに大きな鏡とソファー、広さも3サイズあり、少し値段が上がる大きなサイズの部屋は2人で使っても十分なサイズです。ここで何ができるか、仕事帰りの OL が結婚式のパーティーに出席するために立ち寄ったと仮定して30分間のシミュレーションをしてみます。まずは事前に送っておいたドレスをここで受け取ります。はい、ありがとうございます。でこのままお部屋に行きます。部屋に入ったらまずワンドリンクサービスなのでホットコーヒーかアイスウーロン茶を選んでちょっと一息、携帯充電器を借りて充電、これが結構重宝します。のんびりしているとすでに5分経過。もしドレスにシワが寄ってる、そんな時にはアイロンを借りることもできるんです。巻き髪用のアイロンやストレートアイロンでヘアアレンジ、オーナーが美容師であることからアイロンはプロ仕様のものが用意されていてサイズも選べます。アイロンに慣れていなかったり丁寧にやった場合はここで10分ほどかかります。ブラシやダッカールも借りられ、爪やすりまで清潔な状態で用意されています。着替えでちょうど今10分経ちましたので、これでおよそ30分で完成となります。最後にこちらでは香水も部屋ごとに違うものが用意されていますので、これを吹きつけて出ていくと結婚式の二次会にもいいかもしれません。ここまで全て用意されているものを無料で使うことができます。延長は10分単位でできるので、時間がある場合洗面台でメイクを落として一からメイクし直すことも可能です。その他有料オプションで有名ブランドの化粧品も使えるので手ぶらでも大丈夫。当店ではまず第一に清潔感を売りにしております。こちらのような当店独自のパレットがありまして、こちらの方に、こういうリップですね、こういうものを一人一人に分けて差し上げてます。店名のコスパはこのコスメパレットが由来、他の人と使い回しにならない工夫をしています。今日初めて来店したお客さんは、今日は化粧直し、お店の中がすごい綺麗で、なんかプロの化粧品とかアイロンコテとか使ったことないものばっかりですごい驚きました。よく来るお客さんは、電車とかでやっぱ今日暑いのでどうしても崩れちゃったので、やっぱり、はい、行く前に根を直してきたかったので、はい、今日はグロスとかあんまり自分の持ってない色をちょっと借りて使おうかなと思って借りてみたんですけど、はい、こちらは法人での使用もできるので会社の面接や着付け、エステやネイルなどのレンタルスペースとしても利用されています。週にお客様のご予約によるんですけど、だいたい 2,3 回ぐらいですかね。普段は白金の方でサロンがあってやってるんですけれども、渋谷駅前徒1分という利便性と、あとそれに追随してお客様の時間を有効活用できるということで
大変ご好評いただいております。今後の展開について担当者は、今後は、いろいろな主要な駅に広げたいと思っております。例えば、新宿、銀座、表参道など皆さんが利用いただいている駅に、コスパがあるというような形に考えています。無線 LAN が入っているのでパソコンを持ち込んでメールチェックなどができるほか、軽食の持ち込みも可能と女性には嬉しい部屋作りになっていますが、テレビとか置いてあったらいいです。スリッパとかですかね。やっぱり自分の部屋のように使いたいので、ちょっとヒール履いてた時とか足が疲れてる時に。まだまだ女性たちの要求は尽きないようです。まあ、お金と時間があれば電車の中でお化粧直しはしたくないだろうなと思うんですけど、はい、同じ女性の立場でいかがですか？そうですね、もう毎日利用するっていう機会はないと思うんですけれども、こうスペシャルな予定がある場合にはやっぱりお化粧全部落として一からやり直したいという時が誰でもあると思うんですよね、うん、そういう時にはやっぱり利用できるかななんて思いましたけどね、うん、平均滞在時間が50分ということだそうですけども、はい、かなり長いですよね。お化粧直しだけにしたら長いですね。皆さんどんな風に過ごしてるんでしょうか？宇佐さん何か要望はありますか？さらにこれがあるとそうですね、もういろんなものが用意されてるみたいでしたけど、まあ、無線 LAN だけじゃなくて、はい、インターネットができるパソコンもあったらいいなと思いますし、はい、これからの季節はどうせやり直すならシャワーも浴びたいななんて、あと変身するんだったら、はい、プロのヘアメイクさんの技術で変身させてもらえたらななんていろいろ出てきちゃいますけどね。やはり女性は尽きないようです。はい、